これです、これです。これで合ってますか？一応やったことありますよ。あれどっちでしたっけ？前に漕ぐか後ろに漕ぐか。後ろですか？例えばこう座るじゃないですか。進みたい方向ですか？これ待って、分かんないです。何を言ってるか私分からないです。じゃあ、あのあれです、進む方向がこっちに進みたいとなったらどうするんですか？あ、こう、私こうですか？こう違います。こうですね。でこうですか？もう全くやっぱりその数年に一度ぐらいの出来事だと忘れますよね。分からなくなりますよね。ただスワンボードは私できますよ。だって足で漕げばいいですもんね。いろんな技術が必要なんですね。やったこと一応ありますけれども記憶があんまりないですね。だいぶ前ですからね。いいですね。その中綺麗な夜桜が見えております。これあれ、あの花火のやつですよね。上から見るか下から見るか、まさかのオマージュみたいになりましたね。上手ですね皆さん、本当に思います。皆さんのこう圧倒的な文才、言葉のセンスを感じます。あ、ゆいちゃんと乗りたいです。私もゆいちゃん焦げますかね。まあ私よりはできそうなイメージがありますよね。同じぐらいですかね、きっとね。同じぐらいでしょうね、きっとね。私もそう感じますよ、同じぐらいだろうなって。勝手に言ってますけれども。ゆいちゃんどう思うでしょうね、今の発言。まあ、ゆいちゃんの方がでもできると思いますよ。確かに。でも私も握力はあるので 27.5 ぐらいあるので、あの意外とゆいちゃんよりは握力あるんですよ。だから力仕事は私に任せてください。あ、アイリンさん確かに何でもできますからね。ボートも得意そうですよね。さあということで、こちらは千鳥ヶ淵の映像をご覧いただきました。